中央通り、高松市内の通りは、香川県高松市内の愛称もしくは通称が、付けられた通りの一覧である。以下の街道名は、公募や行政により決定されたものではなく、古くから自然発生的に使用されていた道路名であり、長尾街道、塩野江街道、丸亀街道などを除いて、道路標識も設置されていない。しかし、多くは、 地元住民などに定着しており、日常的に使用されている。特に、高松藩が整備した佐ヌキ街道は、都市間交通の重要な幹線道路であるため、時代が下り自動車交通がメインとなると、バイパスが建設され、さらに時代が下ると、バイパスのバイパスが建設されるなどして、ルートが変動しているため、どのルートが街道名であるかの定義は、1位ではない。さらに、 もともと、高松城常磐橋を中心として整備された街道であるため、郊外化が進み交通の中心が郊外へ移ると、特に高松市内では交通の流れが本来の街道沿いとは異なっている。そのため、必要に応じて最も古くから存在するルートを旧街道と呼んだり、最も新しいルートを新街道と呼んだりする。以下の太字は古街道。ただし、 仏西再街道については現在では、大田地区で塩の江街道から分岐して、仏星山へ向かう香川県道166号、岩崎高松線の部分のみを指すが、江戸時代は常磐橋から現在の塩の江街道と呼ばれる部分を、含め仏星山まで向かうルートを指していた。以下は、道路標識は設置されていないものの、通称や商店街の名称などで使用されている。 ありがとうございます。